おはようございます。高橋メアリー純です。今日はですね、畑に来ています。最近友達と一緒にシェア畑を借りて、そこでちょっと作り始めてるんですよ。その畑なんですけども、こんな感じです。これ全部じゃないですよ3区画ほどお借りしています。でも結構なんか3畝ぐらいでめちゃくちゃたくさんできるんですよ。今回は今3月なので、じゃがいもを植えようかなと。あと他にも種あるんで、友達も私も含めみんなスイカ大好きで、スイカできるかなっていう。バターナッツかぼちゃ私大好きなんですよ。ベビーリーフ、私あの毎日食べてるんで、ベビーリーフ、クレソン、ほうれん草、ホワイトクローバー、食べたことない。今日は一旦ジャガイモやるんですけど、ついでに他のものも植えれそうだったらやります。よし、頑張るぞ。今回は友達と借りてるシェア畑での活動を Vlog 形式でお届けいたします。前回みんなで土作りして作った土なんですけども、で今日はまたこれを耕して、耕します。前回も酵素を入れたんですけど、酵素を入れたバージョンと入れてないバージョンで実験をしたいと思います。じゃあまずとりあえず土を耕すですね。これとか酵素、あの酵素風呂はこれかけるんで、もろこれあの裸にこれかけると、でそれであれですよね、酵素風呂で使ったやつですよね。もうそうです。マルチを張るとその雑草が生えてくるのをこう予防したり、黒マルチだとその熱を吸収して土をすごく暖かくしてくれるんですけど、調べたらジャガイモがなんか熱にちょっと弱いみたいに書いてあって、マルチ張らずにこまめに雑草抜きに来ようっていうことになりました。これがマルチです。このビニールみたいなのがマルチです。あのビニールでできているものもあれば、最近ではバイオを使ったあの土に戻る地球に優しいマルチも出てきてるみたいです。前回私この辺で持っちゃってて、めっちゃ素人っぽかったんですよ。短めに持つ方がかっこいいですね。長いとなんかすごい素人っぽくなるんですよ。ほらやりづらいからなんか結構短く持つと距離が難しいですけど酵素を入れてみます。混ぜるだけで、混ぜるだけです。肥料を入れます。肥料は全体にかけましたね。ちょっと待って、じゃあ土を、はい、入れましょう。ここの畑はですね、あの実はみんなオーガニックでやってるんです。オーガニックじゃないとやっちゃいけない畑です。農業ってなるともちろんあの農薬を使わないとこう虫とか来ちゃって野菜が育たなかったり、その収量を出せなくてって問題があるので、農薬を使ったりするっていうのもまあ全然理解できるんですけども、やっぱりこうオーガニックでやると土にいいんですよね。私たちのこう、まあ、まだ子供いないですけど、子供とか孫とかにこういい土を残していきたいっていう 人たちがやっぱ増えていて、私も含め、だから結構オーガニックでやっていこうっていう人は多いですね。あと、まあ、純粋に美味しい、安心して食べられる、体に入れるものなので、こう虫が食べれないものを私たちは食べれるってなんかちょっと不思議じゃないですか。虫が食べれるもの、食べたいと思うものをなるべく食べたいかなと思います。なので私は、まあ、オーガニックなものが好きですね。前回の土作りなんですけど、ビフォアはこういう風に石が多くて硬かったんですが、耕してふるいにかけて石を取り除くという作業をひたすらやりました。それが体力的に一番辛かったかも。体力勝負な作業でした。ここ15センチですね。元気そうなジャガイモの種芋を選んできてもらいました。これどうしよう。もうそこをもう上にする、うん、実験だね、うん、実験や。もうこれ先生に見られたくないわでは土をかぶせていきます。大丈夫か、取っていけばすごい余裕だ。
風こっち半分酵素を入れた、こっち半分酵素を入れてない。さっくり終わると思ったら何気にかかりましたね。いつ頃芽出るんでしょうね。急に暖かくなってきたので4月上旬には芽が出るそうです。愛用の作業着を紹介します。こちら海綿という畑仕事用のかっこいいお洋服のブランドのものです。白ってこのように土の色が目立つじゃないですか。でもなぜあえて白を出したかというと、土は汚いものじゃない、土は素晴らしいものだというそういう概念から白を作ったそうです。だから白にこう土がついてもいや汚くないよ、土ってかっこいいじゃんっていう、その話を聞いて白欲しいですって言って白を出しました。かっこいいですよね。土は宝ですよ、本当にいい土は。じゃがいも植えも終わりましたので、これからケールを収穫します。私はまあサラダで食べるのも好きですけど、消化のためにちょっと火を通して食べるとか、あの鍋に入れて食べるのが好きです。だしの鍋に入れて、塩だけで美味しいと思うんですよね。なんかやっぱ美味しい野菜って塩とかオリーブオイルとか、そういうすごいシンプルな味付けが一番こう野菜の美味しさを感じれるんで、それが一番贅沢な食べ方かなと思います。さあどのようになっているでしょうか。じゃらーん、キラ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 、みずみずしいですね。ダイヤモンドのように輝いています。下から取って上ちょい残しで無限ケールができるそうです。豆苗みたいな、いいですな、いい食料庫や。よし、じゃあ取ります。ほっぱ、ほっぱ、木から。かっこいいすごい、自然の形ってすごい、かっこいい。じゃあこれを一回食べてみます。うん、うまっ。全然えぐみない、甘い、鍋したい。じゃじゃーん、すごい綺麗な、かっこいい形してますね、ケールって。すごいなねえ、素敵、すごい、こんなに取れちゃいました、カゴいっぱいまたこれでね、生えてくるんだもんね、うん、あら。次は毎日食べてるものの種を植えます。どれを植えるかまだ決まってませんが、まあ、葉物かな。ベビーリーフ植えましょうか。面白い。マルチは絶対に捨てない、土に。これ粒、粒じゃない、あんまね。あ、でもその中から4種類より、もう本当にこうやって手でこうやってやって4つ入れて、4つずつポン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 、そう、1、2、3、ふわ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 、はい、優しくかぶせました。お水を結構たっぷりめに巻きます。あ、お水あげるスタイル、たっぷりめ。まだ全然足りないね。ドキドキする、初水やりで。今日はこの後雨が降るそうなんで、ちょっとドキドキですが、ベビーリーフは植えた後に水をあげた方がいいんですかね、教えてください。またこの後雨が降るんですけども、水やり、あの今してみましたけども、雨が降る時もやった方がいいのか、ちょっと知ってる方いたら教えてください。実験中なんで、これが正しいんだと思ってやるっていうよりは、あ、こういうやり方もあるんだみたいな感じで見ていただければと思いますということで、ベビーリーフ種植えました、作付けできましたいつ頃入るんだろう。でもどんどん暖かくなってきてるんで、これも4月上旬とかに芽が出てくるんですかね。楽しみだな、ベビーリーフ大好きだから楽しみです。はい、本日の農作業完了。今日はジャガイモの種、種芋植えたのと、ベビーリーフの種を植えました。多分あと2週間後ぐらいに芽が出るんじゃないかと思います。楽しみです。あの学校で習ったこととは別で、まあ、自分たちのお友達もみんな調べてくれた情報を入れながら、独自のやり方でちょっとやってみています。
ね、見てくださってる方の中にはあ違うよって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、よければアドバイスあれば教えてください。でもいろいろこう実験してこう結果を見て学んでいきたいなと思います。楽しんでいただけたでしょうか。この動画を気に入ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。